フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス・ビル・チェスは、スペイン・アルメリア県アルメリア出身の元サッカー選手。現サッカー指導者。UD ・アルメリア監督 UD ・アルメリアがプリメーラ・ディビジオンに3シーズンぶりに昇格した2013から2014シーズンに、セカンドチームでの指導の手腕が評価され、トップチームの監督に就任した。4から2から3から1を使うも、 開幕10試合勝利がないなど苦しいシーズンとなったが、限られた戦略の中で観客を魅力する試合を見せ、昇格1年目のシーズンを17位で終え、プリメーラディビシオンに残留した。35歳という若さで、月間優秀監督賞を2度も獲得した。続く2014から2015シーズンでは、育成させた主力選手のビッグクラブ遺跡も多く、 思うように勝ち点を上げることができず、SDA バルに2から5の敗戦をした後に、解任となった。その後、クラブは19位で降格している。ユーカム・ムルシア監督2016年12月に、セグンダ・ディビジオンのユーカム・ムルシアの監督に就任した。降格圏内に沈んだチームを、一時は立て直したようにも思えたが、結局は、セグンダ・ディビジオン B に降格し、 シーズン終了後に退任した。CD ルーゴ監督2017年に CD ルーゴの監督に就任した。コルドバ CF 監督シーズン終了後には一部、競合クラブへの引き抜きが噂されたが、2018年6月28日に、同じセグンダディビシオンのコルドバ CF の監督に就任した。 しかしクラブの財政状況の悪さからリーグからコルドバは制裁を受け選手獲得が禁止されたことから8月2日に辞任した。s d ウエスカ、監督2018年10月10日、成績不振を理由に解任されたレオフランコ監督の後任として s d ウエスカの監督に就任した。ジローナ FC 監督2020年6月30日、ジローナ FC の監督に就任した。 ありがとうございます。